この日がやってきたの。今日は宮子の誕生日なんだから、山のようにプリンを用意して盛大にお祝いするの。もちろん甘々でプルプルのプリンをたくさん用意してきたよ。一度に頬張ったらお口から垂れてきちゃうかも。お前たち、よくわかってる。プレゼント本当にありがとうなの。次から誕生日だけじゃなくてお盆と命日にもプリンをよこすの。ちょっと欲張りすぎでしょ。1年に何回もこんなことしたらランドソルからプリンが消えちゃうわよ。でも喜んでもらえて何よりです。都さんが明るく振る舞う限り、汚れのない魂のまま悪霊に転じることもないでしょう。際限なくプリンを要求してくるのはもう悪霊に片足を突っ込んでおらんかな。できたな。今回もよくかけたから当然の権利としてプリンを要求するの。早く出せなの。困りましたね。今日はもう宮子さんに渡せるプリンがありませんが、どうしましょう。似たようなもので満足してくれないかな。茶碗蒸しとか。色合いと食感が似てるだけで味は全然別物じゃない。ババロアとかゼリーとかの方がまだ見込みがあるんじゃない。無駄じゃ。ちゃんとしたプリンがおやつが満足するものか。なんとか待たせて手作りするほかないの。